はい皆さんこんにちは川内長野市議会議員の道端敏子です今日はちょっとアングル変えて撮っております、えー、今日は5月の8日、えー、いかがお過ごしでしょうかまあ、ゴールデンウィークのまあ、真ん中っていうかまあ今日は仕事されている方もいらっしゃると思いますけど、えー、今日は昨日、えー、お伝えした特別定額給付金の10万円の給付の件について少し補足しておきたいなと思います昨日はスケジュールのことを申し上げたんですけど えー、その財源について、多分、財源って皆さん心配ですよね。えー、これ、実は十分の十って、あの国からあの市の方に、市町村の方に百パーセントかかったお金は出てくるというお金でございます。この財源はですね、百五億ですね。すごいお金が国の方から出てきます。そのうちですね、あの皆さんの方に十万円のお支払いしていく分にはですね。 総額でで億という形でその残りの1億1,000万ぐらいはですね委託料これが委託料というのは例えばその発送費とか発送印刷する分とかそれともう一つは皆さんが例えば郵送とかで送っていただいたりする分を振り込みをするためのデータを作る作業にも入っています。いいわゆるその、えー、皆さんが郵送で送でっていただく やつの例えば登録のこう銀行口座とか銀行名とかそういうのを入力する業務ですね。それはオンライン上のも同じでそれをまとめて川口長野市は指定金融機関というのがございます。三菱 UFJ さんと提携しておりますのでそこにデータを渡してお振り込みという形になります。そういった諸経費ですよねが1億1000万ぐらいかかると。 いう形で合計で105億という形の金額が国の方からいただいて皆さんの方に104億ですねお支払いしてで諸経費の方が1億1千万かかるという形ですこの財源って意外と知らないと思うんですねでもこの財源はどんな風に出ててどんな風にお支払いれていくのかというそして諸経費ではどれくらいかかるのかということもしておくことはすごくこう市民にとって 大事ななことなんでお伝えししようと思いました、えー、もうすぐ、えー、スケジュール的には「マイマナポータル」の方は5月の15日そして郵送の方は5月の20日から始まって川内ののは始まっていきますぜひあのお楽しみにお待ちいただいて生活でねお困りの方もいらっしゃると思いますけどぜひお役立ていただいて活用していただければなと思います。今日は特定定額給付金、えー、10万円 一律10万円のどういった財源だろうか、どういった諸経費がどれぐらいかかるのかをわかりやすくお伝えさせていただきました。ではまたお会いしましょう。道端でした。